Google ID のユーザー名を忘れた場合の確認方法についてご説明します。お持ちのスマートフォンですでに利用している Google ID であれば、本体で簡単に確認することができます。ホーム画面でメニューボタン、端末設定の順にタップします。アカウント内にある Google をタップします。ここに表示されているアカウントが Google アカウントです。ユーザー名は Gmail アドレスです。スマートフォンで利用していない Google ID のユーザー名を確認する方法についてご説明します。パソコンから Google ID を確認する場合、 Google のホームページ内のログインボタンにあるアカウントにアクセスできない場合から、ユーザー名がわからないを選択し、続行をクリックしてください。画面が変わったら、予備のメールアドレスとアカウントの名前、表示された歪んだ単語を入力して送信をクリックします。予備に登録したメールアドレスに ID が送信されます。 Google ID のパスワードを忘れた場合についてご説明します。 Google のホームページ内のログインボタンにあるアカウントにアクセスできない場合から、パスワードがわからないにチェックを入れ、メールアドレスを入力し、続行をクリックします。予備のメールアドレスが表示されるので、続行をクリックします。メールを送信しましたと表示されるので、届いたメールを確認します。届いたメールの URL にアクセスすると、新しくパスワードを設定できる画面が出てきますので、同じパスワードを2回入力して、パスワードを再設定を選択します。パスワードの再設定が完了しましたと表示されれば完了です。